青木同期12月23日隊は、関税流知て方の農学士。立命館大学農学部の講師を務める。京都市生まれ。関税流農学士、青木章二郎の長男。父及び旧姓、片山黒江門に支持。重要無形文化財総合指定者。京都市中行区に、そよご安納部隊を構え、京都を中心に、意欲的な活動を展開。 宮沢賢治生誕100年記念新作能、英傑の朝、新蘭承認500回ご縁期記,記念能、蓮女、新州明のオリジナル作品、蔡、龍子太郎、恋の龍門淵、新作狂言、鹿踊りの始まり、端くれ帽子、物草歌太郎を書くなど、風刺家伝第三問道上々の、能千ほどのものの、和裁あらば、猿楽を作らんこと、安かるべし。これ、 この道の命なりを実践している海外公演にも意欲的。平成25年には脳、NO、泣き不動を復極し、京都の正常会にて400年ぶりに上演。平成28年には高浜巨子作の脳、NO、鉄門の復極にも携わり、してを演じる。京都市新人芸術家選賞、安住の文化大賞を受賞。京都関税会に所属。 京都館世会の公演、片山定機能などに出演多数。そよご案能舞台にて春に、春、青の、秋に、そよご農などの自主公演を開催。夏には、父の出身地である、長野県安曇野市の滝技能、新州安曇野滝技能にも出演。ありがとうございます。